全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。セカンドステージ第16節、シエロ対グランパス。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ、試合開始です。前半戦始まったところ、グランパス、サイドに広がります。飯島、きれいにボールがつながります。ロングパス。デュリックス、うまいフェイント。ちょっと集中力に欠けたプレーでしたが、大きなミスにはならなかったですね。小倉、ロングシュート。アファナドール、これはいい位置にいました。前半戦始まったところ、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。トーレス、これは防戦一方。磯貝、止まらない、まだ止まらない。蹴った、キーパー止めた。伊藤、いい読みをしています。前半14分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。フェイントをかけます。パス、ロングパス。磯貝、止められない。パス、中田。プレッシャーに負けてしまった。飯島、スライディングタックル。松原、シュート、インゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半13分、グランパス、1点を追うゲーム展開です。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。中西、さらに抜く、抜く。磯貝、反則スレスレのスライディングだ。後半24分、シエロ。この辺りで追加点が欲しいところです。磯貝、フェイント。深川、速い攻めで一気に崩すか。磯貝、深川、ゴール。そんな攻撃でした。後半38分、グランパス。この時間で2点差はかなり苦しい戦いです。ストイコビッチ、アイコンタクトだ。ロングパス、うまくつないだ。岡山、外れてしまいました。残念。佐藤、なんとか守りきりました。今、試合終了のホイッスルが鳴りました。2対0、シエロ、見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第17節、ヴェルディ対シエロ、雲がかかっています今日の試合。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半24分、ヴェルディ、フィールドいっぱいに広がります。三浦、パス、ペレイラ、うまくつないだ。中田、危ないプレーだぞ。イエローカードが出されました。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半開始早々、ヴェルディ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ラモス、ドリブル、中田、カットしました。後半開始早々、ヴェルディ、ここからどう展開するのか。石川、フェイントをかけます。通りました。ビスマルク、一人で持ち込みます。倒された。イエローカード。三浦、いい位置からのフリーキックを得ました。直接狙った、惜しい、外れた。北沢、ここからどう展開するのか。ボールを柱谷、このボールを受けました。フェイントをかけます。パス、ペレイラ、ボールを運びます。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さあこの延長戦で試合にピリオドを打つことができるのでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。まもなくスタートです。もうまもなく延長前半15分が始まります。シエロ、フィールドいっぱいに広がります。イソ、大江の木、ゲームを組み立てます。大江の木、ラモス、このボールを奪いました。延長戦前半終了の笛が鳴りました。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。延長後半立ち上がり、ヴェルディ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ドリブル、ラモス、ここでボールを取られました。延長後半の序盤、シエロ、ここからどう展開するのか。パスを出します。
広瀬、抜きました。パス。ロングパス。深川、上げた。磯貝、これはクリアします。林、思いっきりのいいプレーでした。シエロ、ここからどう展開するのか。ロングパス。ロングパス。左に叩きます。中田、大江の木、伊藤、中田、攻め込むチャンスを伺います。大江の木、ここでボールを取られました。石川、ゴール前激しいプレー。磯貝、これは大きく外れました。林、思いっきりのいいプレーでした。シエロ、選手が上がっていきます。大江の木、ドリブル、フェイント、ショートパス。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。ロングパス。大江の木、フェイントをかけます。ラモス、止めることができない。ロングパス。伊藤、積極的に前に出ていきます。そうですね、ここは深川、ジャンピングボレー、一瞬の隙を突いて決めました。 V ゴール。白熱したゲームに幕を下ろしました。ここで延長戦終了のホイッスルが鳴りました。0-1、シエロ、延長戦を V ゴールで制しています。この試合をどうご覧になられましたか？いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第18節、エスパルス対シエロ。
このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。今、戦いの火蓋が切って落とされました。前半26分、シエロ、サイドに広がります。前半38分、エスパルス、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ドリブル、ボールを運びます。ロングパス、伊藤、抜きました。伊藤、堀池、沢登り、堀池、ファインゴール、素晴らしいゴール。伊藤、ゴール前に両方の選手が集まってくる。ここからどう展開するのか。上げた、マッサーロ、キーパーがっちりとキャッチ。両クラブ最後の決め手を書きました。この1点のビハインドをどう見られますか。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば、必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半の立ち上がり、エスパルス依然として1対0と1点のリード。パスを出します。ジアス、うまくつないだ。堀池、強引に行くか。そうですね、ゴールゲーム。後半の立ち上がり、エスパルス現在2点のリードを奪っています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ドリブル、田中、ジアス、パス、ボール、タッチライン沿い、三浦、通りました。これは沢登り、ちょっと息が合わなかった。後半14分、エスパルス現在2点のリードを奪っています。堀池、田中、フェイントをかけます。ロングパス、伊藤、ゲームを組み立てます。ドリブルで攻め上がります。素晴らしいコンビネーション、沢登り、チャンスになります。エクセレントビューティフルゴール。後半16分、エスパルス大量リードで選手に余裕がうかがえます。白井、フェイント、このパスが通った。伊藤、タッチライン沿い。この人は本、ここからどう展開するのか。三浦、外れた。岡野、フリーキックです。蹴った、外れてしまいました。残念。後半26分、エスパルスチャンスになります。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ジアス、うまくつないだ。三浦、沢登り、
しまいました。残念。佐藤、かろうじてこのピンチを乗り切りました。後半37分、シエロ、ここは1点でも返しておきたい。大江の木、磯貝、攻め込むチャンスを伺います。広瀬、ドリブルで攻め上がります。伊藤、このボールを受けました。磯貝、ゆっくりとボールを回しています。伊藤、きれいにボールがつながります。そのままシュート、ゴール。シエロ、現在2点差に詰め寄って早くもう1点が欲しいところです。試合終了の笛が鳴りました。3対1、エスパルス見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？守備の弱さを露呈したゲームでしたね。いくら得点をしても失点を抑えなければ勝つことはできませんよ。守備を立て直すことが課題でしょう。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第19節、シエロ対アントラーズ、非常にいい天気に恵まれました。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ドリブル、ドリブル、ボールを運びます。アファナドール、岡野、アファナドール、ボレーシュート、ゴールネットに突き刺さった。黒崎、 PK です。蹴りました。これはどうだ、真中、ゴール。アントラーズ、とうとう同点に追いついています。
蹴る前にゴールを見つめます。守りの形を整えます。岡野蹴りました。エクセレントビューティフルゴール、素晴らしいゴール。息詰まる緊迫した試合展開となりました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半14分、シエロ、ここからどう展開するのか。深川、きれいにボールがつながります。磯貝、チャンスになります。これは痛いミスです。頭を抱えます。後半26分、シエロ、1点リードのまま試合が進んでいます。ここからどう展開するのか。磯貝、いった、ゴール、中田、素晴らしいゴール。ここで試合終了です。3対1、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃に関しては好調なようですが、守備にはまだ多少問題があるようですね。どんな試合でも失点をなくせば負けないわけですから、さらに守備に磨きをかけてほしいですね。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第20節、シエロ対レッズ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今、戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦の序盤、レッズ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。レッドカード。次の試合には出場できません。磯貝、退場です。奮然とグラウンドを去ります。前半13分、レッツ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ここでフェイント、パスを出します。左に叩きます。ドリブル、ここでボールを取られました。深川、いい判断でした。前半14分、シエロ、サイドに広がります。松原、ゲームを組み立てます。フェイントをかけます。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。松原、中田、深川、中田、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。七田、ややディフェンスが手薄になっていました。前半24分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。針の穴を通すかのような正確なパスですね。山本、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここからどう展開するのか。フェイント、水内、かわされてしまいました。ロングパス、アファナドール、うまいフェイント。福田、止めることができない。アファナドール、ここでフェイント。大江の木、このボールを受けました。ショートパス、アファナドール、うまくつないだ。大江の木、松原、上げた。田口、ここでボールを外に出しました。伊藤、コーナーからゴールを見つめます。ここからどう展開するのか。蹴った、北川、キーパー止めた。杉山、コーナーからゴールを見つめます。選手が上がっていきます。上げた、福田、キーパーがっちりとキャッチ。岡野、フリーキックです。さあ、ここは守らなくてはいけません。蹴りました、山本、飛び込んできた。広瀬、ゴール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 に叩き込んだ。両クラブ最後の決め手を書きました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。
笛とともに後半戦45分が開始されました。後半37分、レッズ早く追いつきたい。時間は残りわずか。ブッフバルト、杉山、このボールを受けました。水内、ここで攻撃のリズムを変えます。杉山うまくつないだ。ドリブルで攻め上がります。ドリブル中に入れた。広瀬、水内、ここには誰もいません。ここでボールを外に出しました。広瀬、周りの状況がよく見えています。ここで試合終了です。1対0、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第21節、サンフレッチェ対シエロ。夜の闇に雨が映えます。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦始まったところ、シエロ選手が上がっていきます。このパスが通った。ドリブル。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。中田、青山、柳本、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルで攻め上がります。前半14分、サンフレッチェ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。森山、バックパス、松原、止める。森山、積極的に前に出ていきます。積極的に前に出ていきます。ロングパス、高木、キーパーがっちりとキャッチ。佐藤、堅実なプレーを見せます。前半26分、サンフレッチェ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。柳本、うまくつないだ。ロングパス、森安、ドリブルで攻め上がります。チャンスになります。パンチングでこのボールをクリア。前半37分、サンフレッチェ、選手が上がっていきます。パス、小島、ボールを運びます。ここでフェイント、パス、高木、抜きました。高木、風間、高木、このままシュート、ゴールネットに突き刺さった。両クラブ最後の決め手をかけました。この1点のビハインドをどう見られますか。そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半の立ち上がり、シエロ1点を追うゲーム展開です。パシェク、このボールを奪いました。一人で持ち込みます。パス、パシェク、風間、ゴール。後半13分、サンフレッチェ、現在得点は2対0。風間、うまくつないだ。どうもディフェンスの甘さによって失点するケースが多いように思うんですけどね。
半の立ち上がり15分を過ぎました。サンフレッチェ大量リードを奪っています。小島フェイント、風間いった、後半24分、サンフレッチェ大量リードで選手に余裕がうかがえます。野順優一人で持ち込みます。倒された、レッドカード、これで次の試合は出場停止になりました。岡野無念の退場。後半37分、シエロ、ここは1点でも返しておきたい。小村フェイントをかけます、ショートパス、深川、ここからどう展開するのか。試合終了の笛が鳴りました。4対0、サンフレッチェこの試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか？それにしても全く守れない試合でしたね。今日のディフェンス陣にはたくさんの課題が残りましたよ。守備強化を早急に練る必要がありますね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第22節、シエロ対レイソル、天気は雲が青空を隠しています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。試合開始早々、レイソル
さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。縦パス、柱谷、ここでフェイント、ドリブル、ボールを運ぶ柱谷、上げた、飛び込んできた、彼か、豪快に決めた。前半12分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。大江の木、うまくつないだ。深川、松原、杉山、松原、ゴール、ゴール、ゴール、素晴らしいゴール。シエロ、とうとう同点に追いついています。松原、ここからどう展開するのか。ボールを、深川、このボールを受けました。深川、広瀬、これはここには誰もいません。かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半36分、シエロ、同点のまま試合は流れていきます。磯貝、ドリブルで攻め上がります。一人でも、おーっとボールを取られた。下平、周りの状況がよく見えています。両クラブ全くの互角の戦いをしています。さて前半の試合展開をどう見られますか。そうですね、見ていて緊迫感があっていい試合ですね。攻撃陣はどちらも調子はいいようですから、この後半戦が楽しみですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。一体どういった展開になるのでしょうか。さあ後半45分のスタートです。後半戦始まったところ、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。深川、タッチライン沿い、ゴール前、磯貝、これはいい位置にいました。中を見てあげた、松原、シュート、ゴール。後半13分、レイソル、1点を追っての戦いとなっています。下平、一人で持ち込みます。佐藤、直接キャッチしました。深川、さあペナルティーキックです。蹴った、そこに選手が滑る、クリア。ネルシーニョ、思いっきりのいいプレーでした。後半16分、シエロ、1点リードのまま試合が進んでいます。カウンターのチャンスです。下平、うまく、どうも、菅野、そのままシュート、エクセレント、ビューティフルゴール。佐藤、当てずっぽうではいけません。レイソル、とうとう同点に追いついています。柱谷、ここからどう展開するのか。ボールを、加藤、このボールを受けました。加藤、菅野、佐藤、ナイスセーブ。後半もすでに25分を経過しました。レイソル、現在のところ同点で試合は進行しています。バウディール、下平、大場、ゆっくりとボールを回しています。そうですね、止まらない、まだ止まらない。彼か、
エクセレントビューティフルゴール、目が覚めるようなゴールです。試合終了の笛が鳴りました。2対3、レイソル見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。いや、非常に惜しい試合でした。勝つチャンスも十分あったんですが、ややディフェンスの力の差が出てしまった結果ですかね。